Peggy 16.皆さんこんにちは、プロデューサーの辻元です。今回はですね、無料大型タイトルアップデートの第3弾、こちらの情報ですね、ちょっとおさらいの部分もありますが皆様にお伝えしていきたいと思っております。そして今回もですね、この2人呼んでおります。まずは、はい、はい、エグゼクティブディレクターとディレクターの藤岡かなめです。よろしくお願いします。はい、そして、はい、はい、ディレクターの市原です。よろしくお願いします。はい、というわけで、今回もこの3人で皆様に情報の方をお伝えしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではですね、プロモーション映像、こちらの方を先に見ていただけたらと思います。どうぞ。今回ですね、タイトルアップデート第3弾では、月光スターラージャン、そして、タケリハゼルブラキディオス、この2体が追加される予定になっておりますので、このモンスターはまずね、皆様に紹介していこうと思っております。はい、それでは、まずですね、月光スターラージャン、こちらの紹介をしていきたいと思います。通常の、ラージャンにって起こったら金色になるんですけど、もうその金色の状態っていうのが、いわゆるデフォルトの状態、普通になります。そこからさらに激光した状態、金色ガッと、はい、光りますので、まあ、さらに激しく、もう攻撃してくるといった感じのモンスターですね。そうですね、コード自体も10円距離の攻撃とかに新しいのが増えてるんで、まあ、今まで見ましてこう気が抜けない、こうやり取りのすごく面白いモンスターになってます。で、特徴として尻尾がありません。今までのラージャンの投機効果状態っていう、前足が強くなった状態の解除を、尻尾を攻撃して解除するっていう解除の仕方だったんですけど、今回のこの月光したラージャンに関しては頭を狙ってもらわないといけなくなります。あとはね、強烈な高速技を持ってするんですね。あの時はやっぱみんな周りにいたこう粉塵とかで助けてあげた。マルチプレイで、はい、遊ぶ時は、まあ、仲間が拘束されたら助けてあげてください。はい、装備とかも皆さん気になると思いますので、ちょっと紹介していきたいと思います。はい、もちろん月光したラージャンですね、専用の装備ございます。通常のラージャンの方の装備って着物が結構ベースになってる、デザインだったんですけど、今回かなりこうマッシブな、まあ、ラージャンの力強い部分っていうのを結構デザイン取り入れたものになりますね。まあ、お供の方はむしろちょっと可愛い、ね、ちょっとお猿さんみたいな。そうそう、武器も可愛いね。そうですね、連れてあげてほしいですね。はい、防具のスキルの方はシリーズスキルに、まあ、新たな極意スキルが追加されているので、まあ、ちょっと楽しみにしていただければなと思います。それではもう一体の特殊個体のご紹介をしたいと思います。タケリハゼルブラキディオス、ブラキディオスの特殊個体となります。通常種よりも一回り大きくて、多少その動きはゆっくりなんですよ。ただそのつけてる粘菌が結構特殊で、もう活性化をもうずっとしてる状態なので、ぶん殴ったらすぐ爆発したりとか、その粘菌が広がった先でどんどん爆発していったりとか、かなりその広範囲に爆発を振りまくモンスターになってますんで、かなり油断ならない強力なモンスターになってると思います。はい、過去シリーズのタケリハゼルブラキディオスで活性化した部位を攻撃すると爆発したじゃないですか。今回ちょっとだけ塩変わってて、活性化した部位を攻撃すると解除されてこう粘菌が地面に落ちるんです、ね、落ちたところでドカンとなるので、ちょっと今までと戦い方を変えていかないといけない部分があるかもしれないですね。
条件を満たすと竹で外れるブラギリオスが特定のエリアに向かいます。そのエリアでフィールド全体をこう燃え上がらせるような行動を行いまして、まあ、映像を見て驚かれた方もたくさんいると思うんですが、はい、であの状態になりますと戻り弾も使えないですし罠も設置できない状態であのエリアから出れなくなってしまうのでハンターが力尽きるかブラギリオスが力尽きるかというような最後はそういう狩猟になってくるかなどっちが強いか決めるぞみたいなかっこいいですね落ちたらキャンプには戻るけどそうですね、はい、一方通行では入れるんですけど、はい、入ったら出れないのでなのでもう倒れるまで緊張感と臨場感を楽しんでいただければと思います。はい、そして装備、こちらのはどんな感じになってますか。はい、特殊な粘菌の活性した状態をちゃんとデザイン取り込んだブラキの装備とはちょっと一味も違 う、ね、はい、デザイン仕上がってますんで楽しみにしていてもらえたらなと思います。はい、そしてこちらもスキルの方はどうなってますか。はい、ですね、通常種のブラギリオスと、まあ、同じくベースとしては挑戦者っていう、モンスターが生かった時に能力を発揮するスキルが積まれてるんですけど、まあ、それ以外にも新しく弱点特攻だったりいうようなスキルがパーツに入っています。ガナス使われる方に使いやすくなるようなスキルがたくさん入っているので、まあ、ぜひガンランサーの方は作っていただきたいなと思います。はい、次にですね、モンスターとか装備以外にもゲームシステムの方こちらの方のアップデートもありますのでそちらの方を説明させていただきます。武器のカスタム強化に新たに一つ項目を追加しておりまして、武器の、重ね着装備のような要素を追加しております。武器の性能そのままに見た目だけちょっと変更できる自分の好きなように変更できるような要素を追加しておりまして、基本的にこう入れ替えれるのは同じ武器種の中だけです。ちょっと2回に分けてその辺の要素を追加していこうと思ってまして、まず3月の今回のアップデートに関してはカスタム強化ができる武器の中でパーツを貼り付けるタイプの武器に関してこのパーツとベースの部分自由に組み替えれるようにその辺も行います。その後4月のアップデートで一品物の武器に関しても見た目を変えれるようにでカスタム強化の一環ですのでカスタム強化できる武器に限って交換が可能になりますので、うん、はい、はい、ご利用いただきください。はい、楽しみにしてください。そしてお助け報酬枠というのがありまして、まあ、前回のアップデートでその報酬の中に金の卵とか銀の卵とか金策に結構役立つようなことをさせてもらったんですけど今回マスターランク同士でも自分よりもマスターランクの低いハンターさんを助けるとちょっと報酬が増えるというようなことをやっております。任務クエストと、まあ、それ以外のクエストでちょっと報酬のこう確率っていうのを変えてまして任務クエストの方が、刻まれた弾が出やすくなっております。通常のそれ以外のクエストの方は大鎧弾が出やすくなっているので、はい、ちょっとまあ用途に合わせて助けに行くクエストを変えてみたりとか、遊び方をしてもらえればなと思っております。マスターランクに関しては、自分よりもマスターランクの低いユーザーさんがハンターさんが受けたクエストに参加してそのクエストをクリアするともらえるようになります。マスターランクの方で見てるってことですか。はい、そうですね。なるほどなるほど、はい、で導きの地なんですけど、新たにアイテムを一つ追加いたします。導きの地の探索でしか使えないんですけど、まあ、退散玉というアイテムを退散玉、はい、退散玉というのを、どういう効果があるかっていうと、ぶつけたモンスターが導きの地からいなくなると。この人ちょっと導きの地からお帰り願いたいと退散願いたい、はい、退散願いたいというモンスターに向かって当ててもらうとそのモンスターがエリアじゃなくて導きの地からもう去ってしまう。結構まあこう影響の大きいアイテムなのでクエストリーダーしかこのアイテムは使えなくしています。はい、その他のアップデートに関しましてはこちらとなります。防具の方の強化の段階もレベル20まで強化できるようになります。その他にも5石の、今強化段階が4とかで止まったやつが5まで解放したりとかも入ってますので、はい、まあ、アップデートを楽しみにというところです。今回ですね、このアップデートの情報はですね、公式サイトこちらの方でもご覧いただけますので、まあ、そちらの方でもご確認ください。次はですね、マイハウス、こちらの方の情報となります。今ね、背景にもなってるから、はい、かなり豪華な辻本さんの別荘、僕の別荘という設定にさせていただいております。今回は、はい、豪華ですね。ありがとうございます。マイハウスね、豪華絢爛な部屋と名付けられてそのまんまですけど、まあ、宮殿のようなね、はい、ちょっと五大理石とかそうですね、そういった感じのもう綺麗な場所ですよね。はい、はいはい、こちらの家具のセットはですね、これ有料の販売になります。ここに飾れるフィギュア
マシさんのフィギュアとかも飾れるんですけど、こちらも追加されるものがありますね。はいはい、はい、今回ジンヨーガとか、はいはい、あとネロミエールとか、うん、あとムヘドとかですね。そうですね、はい、結構最近出た人気のあるモンスターが、うんうん、ゾラッと入ってますんで、うん、あとはBGM ですね。あ、そうですね、はい、こちらの販売も予定しておりますので、はい、皆さんご期待していただいて、そうですね、ジャズアレンジとか、ね、結構面白いものが入ってますんで、うん、はい、はい、ぜひ購入お願いします、はい、します。その他にもですね、有料にはなるんですけど、チャームの販売とかもあったりとかして、はい、結構可愛い今回ねもありましたね。パオールモの可愛らしいのがこうついてきたりとか、結構いろいろ要素としては増えてるんで。そして、スタンプですね、こちらも有料になるんですが、はい、追加のスタンプも、用意しております。はい、あとは髪型ですね、これも追加されるんですね。そうですね、はい、モンスターハンターワールドに出てきている、うん、NPC の髪型を、うん、またいくつか無料で展開させていただきますので、うん、使っていただければなと思います。はい、はい、4月に、開催予定の、アステラ祭り、セリエナ祭り、こちらのご紹介をしていきたいと思います。その、まあ、周回エリアとか変わったりするじゃないですか、その旧季節イベントってな。そうですね、はい、見た目がね、見た目が変わったりするんですよね。そうなんで、ちょっと一回そっちの周回エリアにジャンプしてみましょうか。またいや、辻本さんの見た目も変わってますね何事もないように進めようとしてるってそれが何なのかっていうのがこれから説明しますので、じゃあ周回エリアの方に行ってみましょうか。はい、行きましょう。はい、ほい、ほい。はい、というわけで、周回エリアに移動してきましたが、今回のテーマが何なんですか。これは辻本さんお気に入りのバラの花が今回テーマとテーマになってます。思い切ったことしましたねいろいろ変わってますね。いろいろ変わってますねどっちだけでいいと食事もね、変わってるんですね。そうですね、おしとやかな雰囲気があるので、うんうん、もう食事もかなり量を調整しております雪だるまの方も、うん、結構専用のまだ見た目させてもらってて、ね、はい、はい、顔につく雪だるまも、うん、かなりこうバラの位置にピヨンって出るようなね、はい、めちゃ可愛いですけど各季節のお祭りではですね、その期間中に作れる、まあ、特別な装備のクエストとかも配信してるんですけど、今回まあ追加される装備も、まあ、今回のテーマに、そうです、合わせた感じのかなり豪華に見える。そうですね、はい、ちょっとエレガントな雰囲気を結構重視した、うん、装備になってます。お供の方もね、はい、そういう感じでちょっと洋風な人形というか、うん、顔とかももうなんかあれ専用の顔になる、うん、プーギーも結構ね、ドレッシーな感じでプーギーがドレッシーってすごいバラっぽいんですよ、はい、そしてですね、この祭りの時から登場する、はい、新しいイベントクエストというのも実はありまして、はい、ユニークなものを作れたりするんですよね。はい、冷凍マグロに続き、うん、魚シリーズで切れ味の双剣だったりとか、まあ、あとふわふわクイーナっていうレアな環境生物がいるんですけど、まあ、それがこう頭にちょっと乗った可愛らしい防具だったりとか、うん、ネタ系に振った装備なんかも手に入りますので、うん、ゲットしてください。はい、はい、アイスボーンの発売日から結構、うん、様々なギルドカードの背景、サークルカードだったりとかを、うん、追加を行ってきましたけど、まあ、今回も新しくバリエーションが増えておりますので、まあ、個性出しに使っていただきたいなと思います。今回ご紹介する、無料大型タイトルアップデート第3弾の情報は以上となりますが、もう少しだけ、最新情報をお伝えしたいと思います。4月に予定しているタイトルアップデートでは、特別任務のような、規模ではないんですけど、イベントクエスト、でですね、新たなモンスターを配信する予定となっております。マスターランクのマムタロトを追加いたします。まあ、今回通常のイベントクエストと同じように、4人でマムタロトの討伐を目指す
という形のクエストに変更してます。はい、あのシンプルにマスターランクの強いマムタルトを討伐するっていう形の、クエストになります。うん、ワールドの時の上位のマムタルトで、生産された武器を結構まあ置いてくださっていると思うんですけど、うんうんうん、その武器を今回マスターランクの、マムタルトのから出る素材によって強化することができるようになります。派生で強化するわけじゃないんですよね。そうですね、はい、前回生産された武器にこう性能を上乗せするような形でレベルをどんどん上げていくような形の強化の仕方になりますので、まあ、かつてこう作っていただいた武器が無駄にならないような使っていけるような武器に強化できますので、その辺も利用していただきたいなと思ってます。はい、その他にもあのマムタロウの方上位も含めいろいろと調整入れてますんで、その辺まとめた資料こちらになりますのでご覧ください。はい、いよいよアイスボーンにも陸戦王が登場しますと。はい、でまず最初の陸戦王は、なんとですねネロミエール、はい、もちろんかなり、手強いモンスターになっておりますので、腕に自信がある方はねぜひチャレンジしていただきたいと思います。はい、はい、最後はですねこちらのモンスターの映像をご覧ください。無料大型タイトルアップデートの第4弾の話がもう少し出てきてますと。はい、でそこで追加されるモンスター、うん、なんとアルバトリオン、まあ、形態の変化があったりとか複数の属性を使いこなしてくる、まあ、かなり攻撃的な弾ですけど、うん、はい、今回さらに攻撃的になる予定だと、うんうん、いうことですね。はい、なので、はい、楽しみにしてもらえたら、はいはい、また、今後、デベロッパーズダイアリー等でも、皆様に、お伝えしていこうと思っておりますので、注目しておいてください。今回のデベロッパーズダイアリーは以上となります。それではですね、いつも通り、最後はあの掛け声で、やりますか、お別れしたいと思います。、はい、行きましょう。はい、人狩り行こうぜ。